習字疑問文について見ていくんですけど、習字疑問、疑問って書いてあるけど、別に相手に返答してほしいとかそういうことじゃなくて、まあ反語っていうやつなんですよね。反語、どういう文化あるか見てみた方が早いですね。はい、こちら。これを普通に日本語にしようとすると、それが、ね、あなたの欠席の理由ですかみたいな感じになるんですけど、これは理由ですか、はいそうです、そうではありませんとかっていうことじゃなくて、いやこれは君の欠席の理由じゃないだろっていうふうに言ってるっていうことなんですね。欠席の理由ですかって聞いてるのか、それが欠席の理由なのって言ってるのかね、だいたい喋ってる様子でわかるわけです。もっとわかりやすい例で言うと、はいこちら、今何時だか知っていますかみたいな疑問文じゃなくて、今何時だと思ってんの、お前は遅刻だよ、子供に向かってね、お母さんが今何時だと思ってんのみたいな、もう寝なさいみたいなね、いや今11時ですとかって答えないじゃん。そういうことじゃないですよね。話してる人の様子とかで、文脈とかでね、わかるわけです。まあ、よくあるやつ、この2つですね、誰が知っているだろう、それから誰が知らないだろう。これは誰が知っているだろうの方は、いや誰も知らないっていう意味だし、知らない人がいるだろうか、こっちはいやみんな知ってるっていう意味だしっていうことで、これもね、日本語も同じようにね使うので、そんなに難しくないかなと思うんです。でもこれも本当に誰が知ってるんですかって、トムですみたいなこともないわけじゃないんですよ。ないわけじゃないんだけど、これはいろんな文読んでいくうちに、雰囲気でね、この文が言いたいことは本当に普通のただ単純な疑問文なのか、それとも習字疑問文、反語の形にして、いや誰も知らないっていう意味にしてるのかっていうのはね、慣れてくればだんだん分かってきますので、ちょっと日本語にして変だなと思ったらね、これ習字疑問文なんじゃないかなって疑ってみてください。あと最後もう一個ですね、こちら、これちょっと難しい日本語で、口弁って言ってね、まあ、口答えみたいなね感じなんですけど、この文の意味はね、だってしょうがないじゃんみたいな意味です。どうしようもないでしょうよみたいな、そういう感じ。日本語でも同じように使うわけですから、だんだん慣れていきましょう。Today, I wanna be the light to lead you where you're gonna be. Whatever you say, you may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.